ホイヘンスプローブは、欧州宇宙機関の小型惑星探査機、土星探査機カッシーニに搭載され、土星の衛星タイタンに投下された。降下中のホイヘンスが映した、タイタンの地表2004年12月25日、土星の周回軌道を回っていた、土星探査機、カッシーニ本体から分離され、2005年1月14日、衛星タイタンへ突入して、着陸に成功した。 これは最も遠い距離の天体にある人工物である。三段式のパラシュートで減速しながら降下し、内蔵された様々な観測機器でタイタンの大気や地表の様子を観測した。この観測機器群はホイヘンスの突入地点が液体であった場合も想定して準備された。取得した観測データはカッシーニを介して地球へ送信され、鮮明な地表の写真やタイタンに吹く。 風の音が公開された。ホイフェンスの名前は17世紀ネーデルランドの学者、クリスティアン・ホイフェンスに由来する。2015年1月14日に着陸から10周年を迎えたのを記念して、成果をまとめた情報が公開された。主な成果としては、液体のメタン、エタンでできた湖、海の発見、地球の雨のようにタイタンでは蒸発したメタンが、 液体メタンの雨となって降る気候であることを確認。砂漠の発見。2番目に大きな海の深さが170メートルあることや、大気中にアルゴに40があり、タイタンの内部がまだ活動していることの示唆などを確認。着陸したホイヘンスが映した地表耐熱性のエアロシェルに覆われたホイヘンスプローブには以下のような観測機器が搭載されている。数学、物理学。 天文学、時計学などの歴史に影響を残している。NASA&ESA Celebrate 10 Years シンスタイタ a n ンデ n ング。NASA、h t t p w w w n a s a g o v j p l c a c h n i n a s a e s a Celebrate-10 Years シン t タイタンランディングインデックス html2015 年2月11日閲覧。ありがとうございます。